教室やってると常に目の前でこう人の発想を見てるから、そういう刺激はあるかもしれないですね。作り方がそれぞれなのがやっぱ面白いですけどね。見ててちゃんとなれたいって人もいるし、もうほっといてって人もいるし。はい、ありがとうございました。大学で素材実習ってあるんですけど、実在実習か、実在実習っていう専攻分けの前にいろんな素材を触るタイミングがあるんですよ。例えば金属で指輪作ってみたり、陶芸だったら器、染め物とかだと布をマスキングして染めたりとか。もともとジュエリー、金属やろうと思って大学入ったんですけど、陶芸やった時に圧倒的に自由度が高くて、押したらへこむとかも、そのリアクションも早いし、表面の質だったり、表面の色だったりっていうものの種類も圧倒的に多くて、でさらに世界中にあって、 なおかつ日本でも1万年以上続いてるような技法っていうところもあり、まあ、触った感じ本当に自分の作りたいものを表現しやすいというか、自由にできるっていうのが一番、まあ、やりやすかったんでしょうね、きっと。自然に作品が作れたのかもしれないですね。で実際やってみると、やっぱりその素材の扱い方っていうのが、まあ、顕著に出る、作る過程だったりとか、ちょっとしたことっていうのが焼く過程で、まあ、つくづくにこう歪んだものを一回直したとしてもまたちょっと歪みが出てきちゃったりとか、例えばっていうのがすごい顕著に出て、なんかそういうなんていうんですかね、生き物的な素材の面白さがあるっていうのが、自分の中でこう表現したいものがこうずっと悶々としてるわけではなくて、僕の場合は内面から出るものではなくて、絶対その自分のいる周りの環境だったりとか、あと外で起こった何かアクションみたいなものにからこう抽出してくるので、何か普通に生活してる時にふとなんかこう何かから拾い上げて、そこからこうどんどん展開していくっていうことが多いですね。自分が思ってた以上の作品が窯から出た時ですかね。もちろん経験的にイメージはつくんですけど、開ける時の楽しみは変わらないというか、毎回やっぱ楽しみで、特に結構素材を複数使った時なんかっていうのは、ちょっと予想しないなんだろうな変化があったりするんですけど、それが予想を上回ってきた時は来たって思いますけど、気に入ってもらうっていうのはまず嬉しいですね。だから自分が作ったものを喜んでもらうのも嬉しいし、生徒さんが作ったものがこのできたみたいな喜んでもらうのも嬉しいし、どっちも嬉しいですね。土を取ってきた場所、そこのまあ環境ですね。まあ、イノシシが出るとか、まあ、どんぐりがたくさん落ちてるとか、まあ、そういうところから、全体のフォルムとか土作りは考えたんで、その土地のああいう素朴な雰囲気、まあ
頭に入れて作りました。思ったよりもヒーローが強く出てたので、開けた瞬間はあ、いいなとは思いました。イメージより土自体の色はしっかり出たなっていう気はしました。特に今回あのちょっと予測がつきにくいような墨とか、もみ殻とかの置き方をしたんで、グラデーション出方がどう出るのかなっていうのがすごい気にしてたところだったんですけど、その辺が思ったよりも綺麗に出たなっていう、このまあヒーローの移り変わりは個人的にはすごい好きなところです。楽しいです。